知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。策通りにことが運ぶかずっと不安であった。兄や仲間がいなければ私も不安だったはず。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますしね。ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。そうは捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と赤島、櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に語り継がれよう。
寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。
乗りよう。兄さん。の。牢から連れて行かれた時、てっきり。猛虎に全て教えれば、お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、櫛寺、赤島も。構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチとやらは死んだのか？まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく、勇ましく死んだ。どこがです？ハーチの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。